本動画は絶賛公開中のモンスターバース最新作、ゴジラ、コング新たなる帝国の本編の結末などに触れるネタバレありの動画となっています。劇場での鑑賞をしてからの視聴を強く推奨いたします。以上を踏まえてお楽しみください。ゴジラとゴリラの仲介をしつつ人間も守る女王。この先モンバスシリーズ続いたらまだまだ強化されていきそうなモスラ。毛とかの描写が微細で改めてガガモデルなのを思い出しました。激キモです。このモスラキモすぎて笑っちゃう。もうちっとモフ味をですね。ワモスラはもっとモフモフしてるイメージがあったからそれがはだいぶシャープよな。虫っぽいとも言う。いろんな虫のキモい要素が合わさってる感じ。後ろ足がな。何か足長くてキモくね。キングオブモンスターズの時こんなフォルムだった。キングオブモンスターズの時も足は長かったし今回キングオブモンスターズからデザイン変わったようには見えなかったけどこの写真はちょっとキモく見える。遠くのショットだと神々しくていいんだけどアップの絵になるときつい。本家モスラとデザイン違いすぎるというかただの虫型クリーチャーだよな。なんなら結構キモい。それを誰がどう見てもモスラだって思わせる作中描写には感服。スカキンとシーモも予告では微妙な印象だったのに本編ではすげえいい怪獣たちだったしキャラ付けを丁重にしているわ。作中だとやたら神々しい。キングオブモンスターズのモスラに対して進行対象としてのモスラを踏襲してきたね今回。というかインファント島要素マシマシだね。今作は試写時点では鳥型新怪獣だったらしいけどモスラでないとなんでゴジラが言うこと聞くんってなるからモスラでよかった。もっと前からモスラらしいよ。というか許可が取れなかった事業の大体程度の扱いとかそれに全部モスラと差し替えとかしてたらここまで予算抑えられてないと思う。本作の監督のアダム・ウィンガード監督はインタビューの中でモスラの大体怪獣や試写会でのデマについて語っていました。元からモスラは登場させる予定で許諾が取れなかった時にフォスフェラという怪獣を代わりに登場させる予定だった。しかし企画段階からモスラを登場させる方向で動いていた。試写会でフォスフェラの評価が悪かったから差し替えたというのはひどいデマ。試写会を催した時点でモスラは出演していた。そして今回登場は叶わなかったフォスフェラですが EVS 族の神殿の壁画に頭に紋章のある、背中に翼の生えた鳥獣がフォスフェラの名残として描かれているそうです。また見る機会があれば探してみるのもいいかもしれません。モスラって前のこと別個体？転生した感じ？同一個体の転生。眉から出てくるとかじゃなく祈ったら光と共に降誕はちょっとファンタジーが過ぎませんか。あれ例のステルス皮を破って出てきただけじゃない？今から幼虫やってるとだるいから飛ばす。キングオブモンスターズでゴジラのパワーになって消えた。けど巫女の祈りで戻ってきた。なんなんこいつ。キングオブモンスターズで幼虫の時にモスラが殺処分されてたら転生先の卵も用意できないし人類滅んでたのでは。各地に何個も産んでるらしいよ。今回のだってずっと昔からあったのだろうし。モンスターバースのモスラは各国にスペアの卵があって、そっから復活できるタイプの超越者だよ。ド派手世界のモスラは殺されたところで記憶引き継いで死因も克服した強い個体が生まれ直してくるらしい。もはや生き物ですらないと思う。ギドラよりよっぽど自然秩序から逸脱してると思う。モスラ自体が秩序だからセーフ。ゴジラ以上にオカルト存在化してるモスラ。モスラは何でも地球誕生からいるらしいからな。タイタンはあくまですごい力持った生物ってくくりに見えるモンバス時空の中でもやっぱりこいつだけ異質。時空を超えないだけまだモスラとしては異常。モスラは本当の意味で神っぽいよね。モスラは神でゴジラは神代行だからな。ゴジラを吹っ飛ばすビームとか撃てます。やばい波動を出してるモスラ。地球で2番目に強いまである。バトルの規模は小さくなったけど何気にモスラは強くなってた気がする。ゴジラとかシーモ吹っ飛ばすレベルの衝撃波なんか出せたんかわれ。鱗粉が機能してたらこれだけ強かったんだな。今回でキングオブモンスターズのメンツめちゃくちゃ強かったんだなって実感した。無重力空間で1匹だけ悠々と飛行するのはインチキっすよね。無重力くらい候補いほいと岩を蹴れば余裕だろうが、無重力下でモスラさん無敵すぎる。あの状況で普通に飛べてるあたり謎パワーで浮遊してるんだよな。モスラは宇宙でも飛べるからな。落下しの高さの空中戦で高速攻撃はルールで禁止すよね。この姉さん単体でもコング軍やれた気がする。スカーキングはともかく手下のザルたちには石投げるくらいしかできないからな。モスラは悪いタイタンだろうと殺さないから偉いよ。スカーキングの部下は張り付いた岩ごと落ちただけだからね。
スレガの有能さが書かれれば書かれるほど、そのほとんどを無力化できるこいつのヤバさも相対的に上がる。高速で自在に飛べるタイタンってだけでかなり強い。無重力で淡々と処理してたの見ると本気でラドンって強かったんだな。この個体は以前ラドンに殺された奴に比べても強いような。ラドンがバカみたいに強いんだよ。ラドンって射程のイメージあるけどかなり強いよね。ギドラにボコられ、モスラに刺されて、ヒートウォークに巻き込まれても生きてるし、頑丈というか再生能力高そう。ロダンは大鱗粉特攻能力持ちだったからな。熱でモスラの鱗粉が焼かれる上にそもそもラドン自体タイタンの上積みなんだ。ラドンがおかしいだけで相性最悪相手に一矢報いてるモスラが伊達に女王と呼ばれてないというか、キングオブモンスターズがマジで最強タッグマッチ戦だったというか、ちょっと三部作モスラの領域に入ってんな。守護具合といい地球とのつながりといい、スケバンというか番長が唯一心を許すマドンナというか、それとも委員長？モスラに怒られたらゴジラも冷静になるんだね。モスラはゴジラの何なの？通訳権利会社。ゴジラとラドンを説得するも言い返されて失敗しちゃう日本モスラ。人の話聞かないのでとりあえず分からせるもんバスモスラ。ゴジラはモスラには逆らわない。モスラ対ゴジラとゴジラブアーサスモスラで2回負けてるからな。モスラも転生繰り返してるから体は若いけど、ゴジラにとっては親みたいなポジションだからな。古き良き友というか、完全に信頼できるのそやモスラくらいだよなって。アッピー V のシーンだ。って気持ちがあると楽しさが増す。あ、真ん中にモスラがいる。あそこ見た時の鳥肌すごかったわ。世話が焼けるわ。他はあやふやだけどモスラ姉さんに仲裁された後、け、って言ってるのだけはちゃんと聞き取れた。先に言えや、もう多分言ってた。嫁に怒られてなんかゴジラが二度見してた気がする。ジアちゃん見てからモスラ見てたと思う。しかしジアちゃんも属性モリモリだな。ゴジラを崇めてる部族でコングと意思疎通できてモスラの巫女って。小美人要素まであるとは。秘境の原住民つながりでコングとモスラ接続して、ジアに小美人要素が加わるのクロスオーバーが上手すぎると思う。わざわざ小美人役登場させると話のテンポ悪くなったろうし、ジアちゃんが兼ねてよかったと思う。やはりモスラが出てくると人間サイドのドラマも家族ネタ入る率上がるな。まさか人間の悪役が出ないレベルで人間パートが箸休めになるとはね。キングオブモンスターズの時も思ったけど顔つきが完全にメスなのいいよね。人間に優しすぎるこいつ。なんでドクロ島出身の少女にしか反応しないんです？イーリスの設定自体ラチイケニエ蛮族の元のドクロ島民より昭和の争いを好まないインファント島民のが近いから後付けとはいえあんまり違和感はなかった。キングオブモンスターズではアジア人博士の双子に反応してたしその場のノリじゃないか。ゴジラに対してはキングオブモンスターズで定着してたから予想はできてたけど、人間に対してあそこまで献身的とは思わんかった。何気に人間特定して助けるの今回が初めてだよね。前はモナーク職員に結構容赦なかったし。とある人物の企みを察して暴れてたからねあの時は。まあまずまだ赤ちゃんだったのと相手があのアースマザーだしな。オルカから何かしら嫌な気配察したのかもしれない。モスラに対する解釈は日本も海外も一緒で嬉しい。世界一賢い虫だと思う。ヒーブに飛びかかってタキタザルを止めてくれただけでも感動したけど、まさか墜落しそうになるの拾ってくれるとは思わんかったよ。下ろし方も優しかったよね。ふわっと起き寄った。人間を守ることに特化した仕事っぷりいいよね。モスラの糸で保護されてたあたり、あそこはモスラの縄張りの一つだったんだろうか。イーリス族保護していただけじゃない。モスラはカモフラージュ幕張り直したりとアフターケア完璧だったしな。モスラさんに地上支配してほしい。